おい、え、何？私死んでる？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、よし、戻っていきますか。え、一応ね、あれからまあレベル、うん、レベルね、1だけ上げたんやけど、え、どこやったっけ、こっちか。レベル上げて、一応フラワーポイントに使ったよ。うん、技が使える回数が増えるように。さあどうかな、いけるかな。来たよ来たよはい、来たよ来たよ、コアッパ。俺ともと会うとはお前もついてないぜ。あららら、泣き不足書いてますね。迷いの森で迷子になってたんではないでしょうか。うるさいうるさい、俺は迷子なんかなってないぜ。そっかそっか、あれやんね、またコメントが変わったよね、仲間が違うけん。今日こそ決着をつけるぜ、俺の熱い拳を受けてみろ。あとレベルを上げただけじゃなくて、バッジも付け替えたんやけど、いろいろと。いつもの俺だと思うなよ。まあ、多分バッジ付け替えだけでもいろいろ違うと思うよね。行くぜ、パワーアップ。いや、これがマジでパワーアップしとると思わんかったわ。やばいよね。ガツンジャンプ。多分これがね、前回から違うんかな。ガツンジャンプ多分前ついてなかったんよね。パレッタシュート。でも今のガツンジャンプ普通にミスやった気がするけど。よし、オッケーオッケー。そう、今の感じ、今の感じ。相手体力どれぐらいあるんやろう。結構粘ったよね。よしよしよし。でもいい感じに、ずっと、ね、高い攻撃食らわせれよると思うんやけどな。一旦ここで、まあ、フラワーポイントもないことやし、すっきり爽快しときますか。他なんかあった？攻撃か、攻撃もしたいけどな。今は一応、回復だな。体力も危ういし、技も使えないし。はい、これで一応パレッタが技使えるやろ。よしよし。この相手の攻撃がさ、1回あたり5を持っていくのもきついよね。どうしよっかな。回復ちょっと回復しとこっか回復しとこっか。そろそろきついんやけどそろそろきついんですけど、体力がやばいな、マジで体力もないんすよ。一応これね、ハートが増えるバッチもついとるはずなんだけども、ひーきついよー、助けてー助けてー。これは寝てくれるんかな。ちょっと待って、アイテム何があった。しなびたキノコ、あ、フラワーポイント10。いや、しかし敵よケール使っとこっか。とりあえず一旦敵よケール使っといて、大事大事そういうの。とりあえずやられんことがね。え、待って、今せっかくアイテム使ったのに今せっかくアイテム使ったのに、なんかちょっと無駄になったな。え、ってかあれよね、一回もあっちの攻撃受けることなく終わったよね今。アイテム使ってから。くっそー、悔しい悔しい悔しいぜ。いや、やっぱレベル1上げるだけでも全然違うね。大事やね。一旦回復しとこっかな。とりあえず回復してセーブしとこう。でもやっぱりフラワーポイントがね、なさすぎてちょっとやばいと思うよね。いや、一応体力は20は越しとるけどさ、フラワーポイントまだ20越してないけんね。
ときはどうでも帰れたよね。はあ、帰ってきた。お、急に森から出られたぜ。助かったぜ。あ、そっか、どっか行っとったよね。キャッホー、騒いでんな。めちゃくちゃ騒いでんな。そして、はい、セーブ。セーブポイントは見かけたらセーブする。オッケー。おーい、この頃兵法たちが街に現れていたずらをしているようです。でもお化けに比べたら兵法なんて可愛いもんですよ。お、兵法、あなたは迷いの森を見張っているキノピオさんですね。私パレタと言います。あ、そっか、手紙拾っとったっけ。そういえば忘れとった。手紙を運ぶ仕事をしています。あなたへの手紙を預かっています。ちょっと待っててください。迷いの森の入り口の見張り番への手紙。はい、どうぞ。確かにお届けしました。セバスチャンって誰なんでしょう。レサレサのとこのよね。え、いやだー、あのお化けからみたいなんですよ。枕元に立つって、僕を脅かして楽しんでるんだ。どうしましょう、マリオさん。へえ。とにかく僕からのお礼です。受け取ってください。よくそれでお礼言おうと思ったね。えらい。星のかけらをもらった。急激に震えが止まった。次は兵法か。あららららら、私のフライパンが。何、どうしたの。ついさっきたくさんの兵法が北の方に走っていきました。向こうには郵便局やお店などがあるから、いたずらされそうで心配ですよ。お願いです、マリオさん、見てきてもらえませんか。まあ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 、ここのところ町に兵法たちが現れて、町の人のものを盗んだりしていたずらをしています。さっきも兵法が駅に向かって走っていきましたけど、何をするんでしょうか。きっといたずらに決まってますよね。マリオさん、兵法たちをやっつけてください。兵法ならそこまで強くはないのでは。わからんけど、キャシーさんの大事なフライパンが盗まれちゃったの。兵法の仕業だわ。キャシーさんのファンとして黙っていられないのよ。お願い、マリオさん、キャシーさんのフライパンを取り返してあげて。待って、解決すること多すぎじゃない。ちょっと、兵法だ兵法だ、捕まえろ。あ、マリオさん、僕今兵法をやっつける訓練をしてたの。え？掛け声しか聞こえなかったけど、訓練なのそれ。マリオさん、マリオさん、物知りキノピオのキノポンさんに会ったことあります？キノポンさんの家にはたくさんの本があるんですよ。中にはとっても古くて珍しい本もあるらしいんですよ。チャールズっていう探検家が時々その本を見せてもらいに来るそうなんですよ。でもね、本を乱暴に扱うんで、キノポンさん結構迷惑しているみたいですよ。それはやだ。人から借りた本を乱暴に扱う人は嫌だ。大丈夫かい？あら、まあ、マリオちゃん、こんにちは。でもせっかく来てくれたのに、今はお料理できないのよ。ごめんなさい。実は私の大事なフライパンを兵法ちゃんに盗まれちゃったの。困っちゃったわ。ほう。今までなんか、ねえ、お願いしますって言われたことは、ちゃんと全部解決できることなんだろうか。開きません。家の中から鍵がかけられてるみたいです。やっぱ兵法にいたずらされるけん。街に現れる兵法たちですけど、西の方から来ているようですよ。なんとか居場所を突き止めて、兵法たちをやっつけたいですね。マジか。兵法。駅ってこっちの方じゃなかったっけ？あれ違った？あ、よね。おぉ。ほら、駅の方でいたずら出発できんや、そんなとこでよろつきよったら。おい。え？何？私死んでる？え？何なの？話しかけられない。線路の上に兵法がいるせいで汽車が動けないんです。お願いです、マリオさん、兵法を追い払ってください。追い払いたいんだけどさ、なんか突き通ってんだよね。困ったな、困ってるんです。兵法が線路で遊んでいて汽車を動かせないんです。いくら注意しても全然どいてくれないんです。もうどうしたらいいんでしょう。どかすしかないんだけど。ねえねえねえ、ちょマジさ、あれ、どかせれた。なるほど、こういう感じでどかせるのか。
車が走る時の車輪の音とか、シュッシュッシュッっていう音とか、あのポッポーという音、それを聞くだけでとっても幸せになるんです。今日も明日も明後日も汽車が走っていてほしい。それが僕の願いなんです。兵法についてのコメントをしろよ。ありがとうマリオさん、これで汽車を動かせます。発車往来乗りますか？いや今は大丈夫です。またの機会にご利用ください。ありがとう。さあもうこっちにはいないか。マリオさんありがとう、これで汽車が動くようになるわ。ああいう感じなんすね。わかったわかった。やったー、兵法が逃げていったよ。やっぱりマリオさんは強いんだな。僕も兵法なんかに負けないぞ。そうそう頑張るんだよ君たち。マリオはね、いろんなところに行かんといかんけん。僕はブーブーさんが大好き。ブーブーさんのことを知りたい？いや大丈夫です。そう、生まれたブーブーさんのタイプを知りたかったらまた僕に話しかけてね。了解です。んで、あとはなんて言ったっけ。北の方って言った、ね、キャシーさんのフライパンを盗んだ兵法はどこに行ったの？逃げていくとことか見えたっけ。え、見てないな私は。ほら何しやがんでい、俺の計算機返せ。あ、でもこういう感じってことは、え、見えたってことよね。キャシーさんのフライパン持って逃げたやつ全然どこ行ったか見てねえや。西の方かな。ねえどこに行ったの。取り返してあげたいんだけどもさ。ねえ今の計算機持ってた子どこ行った？ねえってば。ね、計算機持ってた子どこ行ったの？くそわからねえ。誰か情報を言えよ、情報を。マリオさん！騒がしい。マリオさん、マリオさん、こんにちは。こんにちは。あのドガボンとかいうやつもやっつけたんですってね。マリオさんならきっとドガボンにも負けないって信じてました。ピーチ姫も一安心なさってます。今それどころじゃないんすよ。そうそう、星の星様についての新しい情報を持ってきました。兵法のおもちゃ箱って聞いたことはありませんか？そこに星の星様が閉じ込められているらしいんです。でも兵法のおもちゃ箱って一体どこにあるんでしょうね。なんか西の方から兵法が来よるって言ったよ。そこじゃない多分。そろそろピーチ姫のところに戻らないといけません。頑張ってくださいマリオさん。本当に情報しか渡してこんのやね。ピーチ姫も僕もいつもマリオさんのこと応援しています。あれ、そういえばさ、あのピーチ姫が選んだアイテムはなんか便利アイテムみたいなのどこに届くの？ないんですけど。兵法たちがキノコタウンのどこからやってくるのは確かです。でも一体街のどこにいるんでしょうか。え、キノコタウンの中から湧いてるの？この辺りの家が怪しいんですけどね。ようこんにちは、毎度おなじみのレベイラ様だ。話しかけてくれて嬉しいよ。本当なら390コインのところだが、あんただけは特別に39コインにおまけだ。もしも39コイン、あ、うわーやりたい。HP、FP、BP の中から一つ能力をアップしてやるよ。うわー、そのうわーコインがない。レベルアップしなくてもパワーアップしてくれるのめちゃくちゃ魅力的よね。マリオさん、さっきお店に兵法が入っていったんです。きっと何かいたずらをするつもりなんですよ。兵法を捕まえてください。キノコタウンのどっかの家に兵法たちが隠れているって噂だけどさ、そんなこと僕は信じられないんだよね。たくさんの兵法がどっかの家に住んでいて気づかないわけないよね。そんなのどう考えても嘘っぱちだよね。いやー、そうとは限らないのでは。地下とか。私見たわ、そこの空き家に兵法が入っていったの。もしかしてあの空き家が兵法たちの隠れ家。いやでもそれ以外のやつも追い払いたいんよな。僕の勘によると兵法は絶対にどっかの家に隠れてるはずだ。兵法の隠れ家を見つけてみんなで捕まえちゃおうか。そりゃ捕まえたいけど兵法ってすばしっこいから気づかれたらすぐに逃げちゃうよ。そうだ、僕たちが透明人間みたいに見えなくなったらどうかな。兵法はきっと安心して姿を現すと思うんだ。そういうのがあるってことか。でもその前に僕たちがどうやって透明になるかが問題だね。結局何にもできんってことやんね。あ、じゃああれかな、フライパンとか計算機を持っていってやつは空き家におるってことかな。
あ、なんかお店がどうのこうのって言ったな。後からもう一回行こう。まだこっちにもあるはず。うん、おったおった、花壇に。てっていっ、くそ、はっはっ、よしよし、オッケーでしょう。あ、ありがとうマリオさん。きっとお花さんたちもみんなマリオさんにありがとうって言っていると思うわ。よかった、もうちょっとで花を殴るところやったもんね。マリオさんが兵法を言い払ってくれたおかげでリップちゃんのフラワーガーデンもなんとか無事でした。僕フラワーガーデンを元通りにするのを手伝っちゃおうかな。お、そうしてあげてよ、一人じゃね。昔々のお話だけど、マリオさんは聞いたことあるかしら。フラワーさんの4色のお花をとっても上手に咲かせたら不思議なことが起こるそうよ。一体何が起こるのかしら、とっても楽しみだわ。はい、不思議な種1個あるよ。種をもらってきてくれたのね、私とっても嬉しいわ。あ、かわいい、その色いいね、水色かわいい。よきよき。んで、あとは父ちゃんの計算機を兵法に取られたんだ。あれがないと商売ができないんだよ。兵法め、父ちゃんの計算機を返しやがれ。あ、ここか、さっき取られたの。なるほどね。郵便局がどうのとかも言ったよね。ついさっき郵便局に兵法が入っていったんです。きっと何かいたずらするつもりですよ。マリオさん、捕まえてください。よし、捕まえるという、お、泥棒、うい、お金持ってったよ。兵法がやってきて、手紙やった。手紙が入った袋を盗んでいってしまいました。町の皆さんの大事な手紙をお預かりしているのに困ったことになりました。いらんやろ、兵法にとってね、いらんやろ手紙。兵法が郵便局の手紙の袋を盗んだようですね。あんなものを盗んでいってどうするつもりなんでしょう。手紙を送った人や送られた人にはとっても大事なものなのにひどいことをしますね。そうそう、そういうことよ。郵便局から逃げてきた兵法を捕まえようとしたんですけど、逃げ足が速くてどうしようもありませんでした。おお、マリオか、ちょうどいいところに来たのである。ん？なんだか街が騒がしいような気がするが、まあそんなことはどうでもよい。ここずっとここにおったのになんで気づいてない。寝よったけん。実は昨夜夢で変なお告げのようなものを見たのである。その夢というのはな、遠い砂漠の街カラカラタウンに生えている赤い色のヤシの木の周りをひたすらぐるぐる回り続けると何かいいことが起こるというものだったのである。一体これが何を意味しているのかさっぱりわからないのであるが、妙に気になって夜も眠れないのである。お主、もしこの意味が分かったら教えてほしいのである。何それ。何それ。お、マリオさん、さっき兵法がメインゲートのある西の方へ走っていったんです。向こうにはお店があるのでそこに行ったのかもしれません。何をするつもりなんでしょう。いたずらだろうな。みんながどっかを見ている。誰、記者。あ、僕の辞書が。え、なんでわかったん。何、透明に見えてるの。あれ、話しかけられない。あ、兵法にお店を乗っ取られちゃいました。僕の大事なお店なのに。お願いですマリオさん、兵法を追い払ってください。お店が乗っ取られた。兵法の街になってしまう。あれ、全然違うな、ここじゃないのか。ああマリオ、僕の辞書が兵法に盗まれちゃったんだ。あ、そういうこと。ここからの叫び声が聞こえてきよったってことか。あ、なるほどね、外の子が叫んだんかと思った。紛らわしいな、吹き出し。お願いだから取り返しておくれよ、頼むよ。なるほどなるほど。じゃあ、あの、この子が困っとるのは辞書ではなくてお店ってことね。ここか。はやられちゃったのよ。もう初めて喋った。マリオさん、お店を兵法から取り戻してくれたんですね。
やった、ありがとうございます。これからも頑張りますので、うちのお店をよろしくお願いします。めっちゃなんか記者の人かと思った学校というかと思ったんやけど、あれか、なんて言うん、昔ながらの八百屋のおじさんとかがさ、なんか耳の上にボールペン刺してるとか、そういう感じなんで、手に持っとるのは計算機やね。なるほどなるほど。他は、平方面、キノポンの辞書を盗んでいきましたよ。キノポンがとても大事にしていた辞書だったのに、キノポンがかわいそうです。お願いです、マリオさん、取り返してあげてください。多分全部家に集まっとんやろうな。ね、おそらく。兵法たちが街中にいたずらをしてるらしいよ。でもこの僕がいる限り、君だけは絶対に安全だからね。あなたさえいれば、私には怖いものなんて一つもないの。いやいやいや、すぐに別れそう。あれ、ここって破壊できるんやっけ？できんかった。めっちゃ通れそうやもんな。さあ、じゃあ、あとは、もう、なんだ？お店か。なんかお店の中がどうのこうの言ったよね。そっちも乗っ取られたんかな？とりあえず、こっちやっけ？こっち？あ、こっちやね。で、このお店の中に兵法が。うわ、泥棒！鍵やん。何の鍵あれ？ここの？あ、マリオさん、兵法にお店の鍵を盗まれてしまいました。あの鍵がないと、お店の倉庫を開けられないんですよ。あ、在庫が出せない。あ、どうしよう。大変だな。これ何？帽子？ストーン帽子。少しの間行動できなくなるが、その間ダメージも受けなくなる。行動できんのはちょっと致命的やな。確実に致命的やな。んで、どこって言った？この家？こっち？見ある方向的にはこっちやな。いや、空き家じゃないね。思いっきりおるね。お隣の家からドタバタとうるさい物音が聞こえるようになったのよ。まるで大勢で遊び回っているような音がするの。お隣は空き家のはずなのに、気持ち悪い。なるほど、隣っすね。ちょっとみんなちゃんと空き家の方向向いてくれんと分かりづらいんやけど。ここね。え？この辺ってことか。あれ？違うな。あれ？やばい、マリオだ。お？この辺の木箱。あれ？ん？やばい、マリオだ。お、別に何もだな。私見たわ、そこの空き家に兵法が入っていったの。もしかしてあの空き家が兵法たちの隠れ家？いやー、でもな、どこにもおらんかったんよ。なんか途中入ってきたけど、どこだ？なんかこっちの裏口行けんのかい。なんだ、どこだ？なんか透明になれたらいいみたいなこと言ったよね。あ、レサレサか。そういうことっすね。ちょ、待って、レサレサ。んで、透明。多分定期的に戻ってくるってことやろ、これ。お、帰ってきた、帰ってきた。ルンルンですね。ん？そんなところに扉が。なるほど。